ヨアヒム・パティニール、スチュクス川を渡る、カロン・プラド美術館、所蔵、1515 15年から1524年、スチュクス。ギュスターブ・ドレのイラストレーションスチュクスとは、ギリシア神話において、地下を流れているとされるイが、あるいは、それを神格化した女神である。ステュイクス、スティクス、ステイクス等とも呼ばれる。オーケーアノスの流れの10分の1を割り当てられている。 支流で地下の冥界を七十に取り巻いて流れ、少女の領域と死者の領域とを春別しているという。スチュクスの支流には、火の川プレギトーン、忘却の川レーテー、ヒの川高級トス、アケローン川がある。女神としてのスチュクスは、オーケアノスとテーティウスの娘でオーケアニデスの、長子である。また、クレーオスの息子、パラスの妻で、彼との間に2系、クラトス、ゼーロス、 ビアーを設けている。ティーターンの血族だが、ティーターのマキアーの際には、不審オーケアノスの勧めにより子供たちと共にいち早く、ゼウス側に寝返った。その功績により、彼女はゼウスから、神々を罰するという特別な権限を与えられた。オリュンポースさんの神々は、制限をする際にイーリスに、スチュクスの水を汲みに行かせる。神々はこれを飲んで制限をするが、 もしこの制限に背けば、そのものは一年間過死状態に陥る。さらにその後九年間、オリュンポスさんを追放され、十年目にやっと罪を許されるという。このように、スチュクスの水には、神々さえも支配する特別な力が宿っており、猛毒であるという説や、逆に不死をもたらす人類であるという説が、唱えられている。アキレウスも、母の手によってこの水に浸されて、 不死の体を手に入れたが、母に掴まれていたかかとの部分はひたされず脆弱な、ままだったという、ありがとうございます。